よろしくお願いします。お願いします。ここが自分の、はい、仕事部屋っていうかもう倉庫、倉庫ほとんどガラクタがいっぱいあります、はい、うわすごい、お邪魔します。すいませんね、何かすごい、あんまり綺麗になってなくて申し訳ない。本がたくさん並んでますね、はい、そうですね、意外と資料がね、はい、結構集めたりとか、はい、毎年1冊とか2冊ずつぐらいなんだけど溜まってきちゃって、これが意外とね、はい、ワールド・オブ・テニスっていうのが、ワールド・テニス、はい、これが毎年の、はい、その年 の, 海外のツアーの 全結果とかが載ってるので、ずっとあるんですよね。2001年まで、はい、発刊しててインターネットとかたくさん出たので、こういう資料的なものがあんまり必要なくなったので、だいたい2000年をまで、うんうん、意外と面白いのは、例えば73年とか僕がちょうど取材始めた頃なんですけど、73年、はい、そうすると、はい、ドローがね、はい、全豪オープンとかのドローとかがあるんですけど、すごい、 なんと、はい、128のドローじゃなくて、はい、倍がいっぱいあって、はいはいはい、そういうのとかが分かったりするのが非常に面白いですよね。全部英語ですよね。いや、まあ全部英語なんですけど、まあ、はい、誰が勝ったか負けたかっていうようなあれなんで、はい、うん、例えばこれだとキング夫人が、はい、フレンチオープンの1回戦からのずっとすごい出てたり、この頃ってほらこれ見れば分かるんですけど、うんうん、128人じゃなくて、例えばグーラゴンとかキング夫人とかは途中から出てるんですよね。例えば全豪オープンなんで、ローズウォール、ローズウォールがね、うんうん、まだあれの頃なんですけど、はい、そんなのが分かったりするので、すごい、でドローの数も今までと違ってたので、はい、今でこそ、うんうん、もう50年も経つと、はい、もう全豪四大大会ってすごい大会になっちゃいましたけど、うん、はい、この頃僕が取材始めた頃はまだ過渡期だったので、はいはい、もう今とは全然違うようなことがね、うん、分かるんですけど、それをパッと見られるのはこういう文献なんで、うん、これは意外と貴重なもんですよ。今年の6月で、はい、ちょうど75になりますね。75歳、はい、もう年取っちゃいましたよね。塚越さん、今現在の活動はどのような？今はまあ、テニスジャーナリストとして、まあ、テニス .jp とかそういうような記事を書いたりとかしてるんですけど、うん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 、もうほとんどリタイアで、テニス界にとって自分ができるようなことがあったら何かしようっていうようなスタンスですよね。ここがじゃあ主に、まあメインの仕事場っていうのは、そうですね、うん、あとはまあ取材があったらご自身でも、そうですね、まあ、今コロナでもうここ2年ぐらい海外行ってませんけど、はい、昔はそのさっき言った73年とか4年5年6年ぐらいはプロテニスがね盛んになってきて、いろんな大会がちょうど増えた時期なんですけど、各地で、まあハワイなんかでもちゃんと ATP のツアーみたいのがあって、そうなんかも招待されて、まあ、その頃はそんなに海外から取材に来るとかね、うん、そういうような人もすごく少なかった時代だったんで、うん、しかも日本人が来てね、はい、まあ、ハワイなんか毎年行ってたんですけど、はい、もう本当にコンドミニウム一つ与えられて、うんうん、もうこうすごい広いところで、もうやることがないんですけど、まあリゾート地だから、うん、テニスの選手の奥さんなんかもね、うん、とか家族なんかも来てたんで、うん、まあ、ボルグとか、うん、マッケンローが出る前後ぐらいですよね。そういう感じだった。ただボルグとかマッケンローとか出て、うん、テニスの大会っていうのがすごくポピュラーになって、いろんな、うん、取材する人も増えて、うん、今度はパパラッチみたいな、はい、写真週刊誌的な人たちの取材も、うん、出てきちゃったので、はい、いろんな規制ができてきちゃったんです、うん、それまでは本当に選手もプレスも審判も、うん、みんな一つのサーカスの団体みたいな感じで、はい、US オープンの前だったらシンシナティとか、はい、インディアナポリスとか、はい、3週間4週間続くんですけど、うん、大体同じようにみんなが移動するので、ね、今とはもう全く違いますね。今はね、73年5年80年ぐらいまでかな、はい、
はそんなテニスのコーチを雇ってるっていうプレイヤーもほとんどいなかったしね、うん、じゃあ塚越さん、その机の上とかいろいろあるんですけど、はあはあ、この松岡修造と、これね、これは何の写真？ボブ・ブレットと、はい、あの修造チャレンジ、ボブ・ブレットとはすごく仲良くて、はい、彼が APA の頃に、はいはい、から知ってて、だから松岡修造がボブ・ブレットと知り合いよりか 前から知ってました僕は。ボブすごいですね、だからすごい親しくて、ね、亡くなっちゃったんですけど非常に残念ですよね。でその時ちょうど日本に来た時に、はい、修造チャレンジ来た時に写真撮ろうっていうことになって 撮ったんですけどね。松岡修造さんとも塚越さん、そうですね、修造君とは小学、はい、彼が小学校の小学校5年か6年生ぐらいの時からかな、はい、うん、桜田クラブにいた頃からね、桜田に、うん、知ってて、うん、グリーンテニスクラブに井田愛さんっていうコーチがいて、はい、そのコーチの人がこれからはアメリカのテニスだって言ってて、オレンジボールとか、はい、そういうのに連れて行きたいんだけどって相談されて、うん、多分ダメ元で手紙書けばローカルの大会だから、うん、はい、あの入れてくれると思いますよって、まだ14歳とか12歳以下だったんで、うん、ホテル泊まりじゃなくてもうみんなハージングなんですよ、全部アレンジしてあげて、うんうん、でその頃に第1回で行ったのがそれこそ村上武史とか丸山薫だったり、うん、はい、その2回目が松岡修造だったり、あ、そういうことです、うん、そこでその時にアメリカに連れてってあげてオレンジボールをプレーして、その帰りにホップマンキャンプ行って、その時にボブ・ブレットだった、また話が前後しちゃったけどオレンジボールにニック・ボロテリーなんかも来てて、うん、まだニック・ボロテリーのテニスキャンプがねそんな有名じゃない時に、うん、お前どこから来たんだ、日本から来た、ボロテリーキャンプっての作ったから、はい、我々のキャンプにも、はい、選手を連れてってほしいって言って、はい、それ2つにホープマンキャンプに行くのとボロテリーキャンプに行くの 2班に分けて、で修造君たちはボロテリーキャンプの方で行ったの。あ、そうなんですね。第1回目はね、結局修造はどちらかというと、はい、ボブレットと、はい、親しくなったんでホープマンキャンプの方に行くように。テニスジャパンっていつ作られたんですか？いつ作ったんだろうね、はい、要するにファックス新聞を出すのに作るんですよね、はいはいはい、バブル時代だったから、はいはいはい、ね、ファックス新聞1992年、1992年、はい、これが第1号、第1号ですよね、だから90年ぐらいですね多分。テニスジャパンを作ったの、株式会社テニスジャパン。まだその頃はインターネットとかなかったから、はい、いかにして日本のみんな頑張ってる、うんうん、それとあとテニス自体もそんなにまだ人気がなかったんで、はい、まあ、スポーツ紙とかそういうのはそんなに扱ってくれなかったですよね。こういうのを書いて海外から送ってと、そうそう、もうちょっとちゃんとやればもっと儲かるようにできたんだけど今だとなんかパワポとかエクセルとかあったらすぐ写真もつけれるし、はい、これ大変ですよ、貼り付けて貼り付けて手書きで書いたりとか、本当ですね、こういうことをやってって、うん、その選手たちは僕がこういうのやってるっていうのを分かったから、うんうん、例えば伊達さんとか、うん、松岡君とか結構協力的で、松岡強し、そうそう、これはあれ優勝した時もファックス新聞出してたのかな、これ伊達公子さん、あ、そうそうそう、これ伊達さんの字ですよね、そう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 、すごい可愛らしい字ですね伊達さん、はい、これを、まあ、塚越さんが、はい、まあ、おそらく現地で書いてくださいっていうようなお願いをして、そう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 、うん、でこれはもうこのまま載ったんですか、はい、当時はファックス新聞出したんだ、この時は92年やった松岡修造優勝っていう修造のその時に、すごくないですかこれ、すごいですよね、それで伊達さんの、はい、あ、おめでとうございますっていう、すごい、うん、テレビ放送もやるから、はい、うん、韓国語松岡修造の松岡君の自筆の字ですし、はい、
すごいレアですね、うん、ただあんまりにみんなに知られてなかったからもったいなかったよね。そうですよね。今と違うからね。これはすごいレアですね、うん、じゃあついでだとね、これのね、はい、あの一緒に現地に僕行ってたんで、松岡修造さんが優勝した時の、はい、これを僕もらってきたんですよ。もういらないって言うから持って帰ってくるの大変ですね。そうです。これはカルオープン優勝1992年。うわすごいですね。ほら修造松2万ドルだったんです当時。2万ドル、うん、松岡修造がこうこれをこう持って撮ってる写真がどっかにあるんですけど、はいはい、これが松岡修造さんの本当にツアー初優勝の時ですよね。その時もコリアンエアだったんで、はい、ずっと僕は抱いて持って帰ってきました。これ持って帰ってくるの大変でしたね。大変でした。これとこれがねセットこれはすごいですよね。やはりその時代あたりからどんどんこう日本がもっとテニス注目されてきて、そうですよね。だやっぱり伊達さんと僕が松岡が出て、うん、あのみんながすごくテニスに興味を持って来てくれたってことだよね。あの伊達さんが例えばグラフとすごい試合やった時とか、 あの時は、はい、言いましたよ。ウィンブルドンのこと。ウィンブルドンです。はいはい、見てましたよ。へえ、うん、でフェドカップの時もフェドカップも、はい、日本でね。すごい。であとは松岡修造さんのベスト8の時も。あ、いたウィンブルドン、うん、すごい、ね、現場にいらっしゃいますね。そうあの時に松岡修造が でんぐり返しをするのよ。でんぐり返し、うん、緊張しないようにと思ってあの構えてるコロンってそれも撮ったのよ写真ちゃんと。そのでんぐり返しってそれ試合の前にセンターコートに入って、はい、緊張しないようにというので、はい、でんぐり返ししたんですか。そう松岡さんが、うん、あそれは初めてセンターコートに入った時だ。あの8になった時じゃなくて次の年か何かに、はい、これかな。うわすごい。この写真はこの写真はほとんど僕のだと思いますよ。ラジオテニスだの NHK の趣味悠々でね、松岡君が講師としてテニスを教えたの NHK で。そう、はい、だからこういう時の写真と。若いですね松岡さん、うんうん、ボブ・ブレッドといろいろ話してる時とか。修造君とは結構長く付き合いまして、これ全部あの8を決めた瞬間、今でも時々出るんだけど、はい、あのこううわーってやってる時に、はい、こっち側に自分が写真撮ってる映像が時々、はい、あ塚越さんも映られてる。この時も全日本ジュニアかな、松岡、はい、昼安と修造君が対戦した時も。松岡博康さんってお兄ちゃん。あ、お兄様なんですね、うん、お兄さんの方がすごく強かったの。初めてボロテリーキャンプ連れてった時は、はい、修造君も博康君もいて、うん、ボロテリーは博康ってもう博康はすごいっていうぐらい。そうだったんだ、うん、いいセンスのいいテニスでした。へえ。修造君の方がどちらかというとすごい泥臭い、はい、うん、テニスをしてて。松岡修造さんとこうプライベートでお会いとかって。うわなんだかんだあれですよね、親しくさせてもらってたよね。今はもうね、もうあまりにも忙しくなっちゃったけど、うん、そうですか。ウィンブルドンで、まあ、松岡修造さんがベスト8行った時ってどんな雰囲気だったんですか、うん、現地にいた塚越さん的になんか感じた。あすごいなと思ったよ。2回戦か何かが結構発生したんだよね、はい、怪我でしょっちゅう。あーそっか、怪我が松岡さん、うん、これも全然取らせてくれてたんですね。へえ。お見舞いに行ったりとかね。松岡さんってあのウィンブルドン8の時準々決勝サンプラスに負けたんでしたっけ。そうこれサンプラス、うーん、1セット取ったんですね、うんうん、すいません僕ちょっとちゃんとスコア上がってなかったんですけど。松岡修造さんってあの塚越さんその若い頃から知ってると思いますけど、はい、あのまんまですか。あのまんまですよね。あこれはでんぐり返し、これがでんぐり返し、これが試合前のウィンブルドンのセンターコートに入った時にでんぐり返ししちゃって、うん、これ世界でも話題になったんじゃないですか。話題にはならないけど、でも何かするのかなと思ってずっとカメラ構えてたからよかったよね。それで後でちゃんと撮ってくれたとかって言われたんですか。言われて
よかったっすね、撮って。あ、これ洗濯コートだった時、はい、なんかこういう夜中こうパッとするからさ、これって試合終わった後、終わった後だと思うんだよね。なんかあんま負けた感じがしないですけど。お父さん自身がすごい厳しい芸能界松岡さんの、はい、お父さん東宝の社長だったりするから、いつも厳しく接してでね、はい、こんなことで有頂天になるなとかね、そういうような、はい、結構すごい厳しい人なんだよ。厳しく松岡君とは接してたから、はい、なと思ったのは、今でこそテレビどこでも出てるけど、はい、エイトになった時でも、はい、日本に帰ってこないでそのままアメリカのツアーに行ったし、帰ってきたら凱旋でね、はい、テレビはそうですね、やるの分かるようなことだったろうから、うん、そういうようなこともさせなかったし、今でこそメディアにうんと出てるけど、現役の時は全然メディアだろうと。あ、逆に出てなかったんですね。そう、それは多分そういうふうに徹底してたんだと思うんだよね、お父さんの教育だと思うんだよね、はいはい。